ノビーはあの日敗れております。リベンジ戦です。あの時はドラグの方を使用してアーキューバットに負けてしまったんですが、本日のキャラクターセレクトは何になるでしょうか。楽しみですね。非常に気になります。これおさらいになりますけれども、どっちかしか上がれないってことですか。そうですね、どっちかしか上がれない。ルーザーズ側なので負けたらそこで敗退。トーナメント上は両者ともにあと負けなしで3度勝つことができれば明日につながります。どちらかしか上がれないのか。ちなみに、勝った方は同じくルーザーズの SER vs ローハイの勝った方と戦いますね。そうそうたる面々で、そうそうたる面々ですね。やはりこの2日目のこの時間になってくると超強豪プロ、そういった選手残りますね。はい、さあそれでは選手の準備ができているようです。見ていきましょう。2015年世界王者日本ノビ VS 2022年世界王者アティフバット、日本対パキスタン戦です。皆さん盛り上がっていってきましょう。お願いします。お願いします。選ばれたキャラクターはフェンですね。さあドラグノフを出してどうだったかと TWP の勝負論もありますけれども、今回はフェンできましたか、はい、あの時の敗北を糧にしてキャラクター変更の伸び。対するアティフはやはり豪気ですね。目下世界一の豪気、どういう試合になるのか見ていきましょう。選ばれたステージはイタリアのステージですね。バルコニーブレイクがありちょい広め、うまい高移動からもう仕上がってますね。早速浮かせ技を打っていった。壁まで行くぞ。ちょっとミスになるが、カウンターになっている。のびもこすりすぎたか。これで体力ほぼ5分ぐらいですか。あ、ちょっと珍しくコンボがミスなのか。うまい立てすか。バックスンコ、壁が壁に嫌われる。投げフォローの 3RK うまかったですね。 2RK いきますね。そうですね、先制は日本鉄拳界を牽引する存在のびです。1ラウンド目。さあ今早めに海中打ってきましたね。ですね、安易な豪気な 3LP を許さない、そんな意思表示か。つながっている。横移動を許しません。上から来てワンツー切り返してるのはのび。前今前出しからスカカクになっていたか。そしてこのしゃがみガードですね。早い展開でのしゃがみガードはパティスタンのお家芸。鉄拳のスタイルというかお国柄、特色、地域柄出ますよね。パキスタンは早い展開の中でもしっかり見るところはしゃがみガードする、はい、これはもうパキスタン全員やってきますよね。そしてこのアティフバットももちろん搭載。うわっと入れ替わってる、つながっています。壁中になる。高め張り付き、ゲージの管理も完璧ですね。1試合目はまずアティフリーチをかけます。飛んでくる、上から振ってきてさばいていますね。この右下パン置きに対してはノビはやはり前ダッシュ下段さばきという教科書的な対応です。壁の運びうまいですよ。ダメージ高いものを選択している。 RK からこれも安定のパーツ、高め張り付き6段回収。この6段回収に対してね、ホーミングが先ほどから刺さってるのでちょっと気をつけたいんですけれども、うわ横移動ワンツースリー確定している。100機に行かないのを確認して地上での反撃しっかり連弾。15フレーム以内に判定、5フレームぐらい以内に判定してるってことですか。素晴らしい反応ですね。 2-2 です。巨峰が効かない、うまい、うわーしゃがみだ。これはもう純然たる鉄拳力、攻撃力ではありません。さあ灼熱ミッションミス、珍しい2回目ミス、しかし3回目はない、うん、中段からの下段ゲージを持っているので下段からの崩しが強力な攻撃。アティフバット先制です。しかし内容としてはもうほんのわずかにアティフがいいかなぐらいか。ノビも読み合いの質、そしてですね、選択肢悪くないです。はい、横移動もねかなり効いている。ただ最後の最後アティフの勝負しゃがみ、この鉄拳の強い人同士の対戦のエッセンス詰まってましたね。かなり分かれ目になったのが、早い展開での投げを狙ったノビに対してしゃがみからのタッチオッチアッパー、あの反応がアティフ素晴らしかったですね。あれはもう豪気じゃなくても同じことをやっている、もうパキスタンの鉄拳の鉄拳基礎力、鉄拳力高さですよね。はい、まあ、TWT のリベンジなるかノビ。まずは無限ステージを選択です。壁際の豪気のこの爆発力を緩和するための無限ステージ。背面から灼熱でしょう、確定するんですね。
左足を打っていく。強歩は効かない。ライト壁がないとそんなにダメージは伸びないので当然の置き攻め重視です。バックダッシュが早い。想定以上の下がりしてましたね今。今日フォアガードが間に合います。どうする。左アッパーから入るがレイジなのは伸び。中足さすがの伸びもこの辺りクリーンとさせない。うまいですよ。ワンツースリー。一回レイジドライブ。危ない。波動から距離を一気に詰めてきた。ゲージを使った以上は勝ちたいアーティフバットですが時間が少ないですね。3発目警戒。10秒です。左足うわーっとここは置き攻めに来るアティフのゴーキーに対して置き中断キック。なかなか勇気ある選択肢でしたね。そうですね。ドビも命をかけた一撃。七寸子これもガードするのか。だが空中なのを確認して出し切りましたがカウンター確認です。ウキャックの1を打ってくる。いわゆる対空技のような使い方。さあ拾えるか。見事若干安くなったものの十分なダメージですね。すでに前両パンの段階ですごい減りしてましたからね。さあ飛ばせて中足さえクリーンヒットしなければ OK という立ち回りだがそうするとゲージも溜まってしまう。ソードラクシュミスになったぞ。ラッキーですよ。だがここは置き攻め2分の1です。下段一発からいや左起こしてましたね。今浮かしたかった。でも展開早かったですね。2発目もある。よーっと前歩け追い払っていきました。さあ 1-1 先に2試合目リーチをかけるのはどちらになるか。前走体。いやこれ勝負前走体でした。しょうがない。下段ガードの意識これが非常に高い。灼熱でしょう。かかとから先陣強歩で距離を取るのはドビー。いや展開が早すぎてしゃがめない、うん、大回転さすがにもうミスらない。なんというコンボ精度でしょうか。これがパキスタン。いやー今度は中断だ、はい、これは倒しきれそうです。あー残ったか。残りましたよ。タワヤというシーンでしたが下段でフォローしましたね。1対2しゃがみファジーガード。これスカカカになってますよ。ワンツー確定している。旋風連水も使ってきました。いろいろ手を返しながらやっとうまい。龍保将軍によるスカシカってしっかり画面を見てるのは伸び。スラッシュ割れない。これは逃げ切りたい。さらにパンチ暴発か。大足で確定します。この横転素晴らしいですよ。スラッシュのノールックの重ねに関して横転で避けてると、はい、中段蹴り確定しますからね。そうですね。あのあたり細かいところですが逃さなかった。さあミスになりました。これはいやー反撃だ。下段ガードの意識これに伸びは苦しめられています。さあ逆境逆二択で使ってくる。うわうまい。早すぎる。このしゃがみが早すぎる。しかもゲージを使ってコンボを伸ばしていきます。大足だがどうする伸びよ。ここは体力差を生かした大足でした。